こんにちは、速稼塾の久保です。志という言葉がありますよね。武士の志という漢字に心と書きます。つまり物の負の下に心あり、これはね、文武両道のことを指しているという意味もあるんですよ。上の方は戦う力強い、自分のね、力量を示していて、下はそれを扱う精神力、心のこと、宗教観のことを示していますよね。ですんで刀というのは普段心の下に収めていて、どうしても戦わなくてはならない時、それが自分がね、欲しいものではなくて守るための刀だということをね、よくよく聞いておきなさいよということらしいですよね。志で、昔はね、その武士っていう人に、人々はね、一定の権威を感じて、切り捨てごめんって言葉もありますけども、場所によってはね、時代によってはね、武士のあまりの横暴と権力に町の人は怯えていたんですよね。つまりはその志なき武士が自分たちの国を守るため、町を守るためではなくて、自分たちの威厳を守るためとか、自分たちのね、横暴ぶりをごまかすために弱い者に刀を向けていたということがありますよね。この弱い者っていうのは3つぐらい意味があって、1つは武士っていうのは日々体を鍛えてますから、基本的に戦闘力は強いわけですよね。平均以上なんですよ。で、2つ目はなんせ刀を持ってますから、刀で切りつけられたらね、普段素手で暮らしている町民はかなわないわけですよ。3つ目はやっぱりね、武士っていうのは軍人であり、場合によっては役人ですから、権力を持ってるんですよね。だからやっぱり普通の人と武士がいざこざを起こした場合、武士に軍配が上がる例が結構多いんですよね。そう考えていると、武士っていうのは町の人から慕われる存在というよりも恐れられている存在だったんじゃないかなと。場合によっては厄介な存在だったかもしれませんね。そして国は成り立ちを変えて、今回のテーマは国ですけどもね、国は成り立ちを変えて、今昭和、平成、令和の時代に入りました。日本人を示すときに侍魂とかね、言ったりとかね、あと武士の魂とかね、今回も志って言葉は結構使いますけど、もともとこれは武士の概念だったわけですよ。何なんでしょうね。かつては私たちは武士によって一定の権力を振り回されて、不自由な暮らしをしたりね、いわゆる理不尽なことを押し付けられていたわけなんですよ。だからとてもじゃないけども正直な気持ちで武士を尊敬するってことはほとんどなかったと思います。だからこそ国民とかね、町の人の味方についてくれる水戸黄門みたいな人を、本当に人々は待ち焦がれて憧れていたんでしょうね。実際水戸黄門はテレビで見るようなね、正義の味方ではなかったということですけどもね。それはそうですよね。はい。ですんでね、国っていうのは時間をかけてみると、なんとね、もう悪党みたいな武士という存在が今ではね、日本人の代表みたいな、そんな言い方をされるわけですよ。なんかね、時代が変われば国の価値観っていうのはこういうふうに変わっていくんだなというところでございます。じゃあ国内向けにはこんな感じですけども、国の外に目を向けてみましょうか、ね、私たちは強烈な軍事同盟、日米関係を持ってますよね。日米同盟、これはね、世界で一番信用できる、信頼されている同盟だと言われて、他の、いろんな同盟の中でも多分最後まで破られないんじゃないかなというぐらい強い同盟なんですよ。ありがたいことではありますよね。で、私たちはすっかりとアメリカを中心とする西洋文化に憧れハマっています。むしろアメリカの文化や歴史や影響力があるから日本は発展してきたとも言えますよね。アメリカからもたらされたものといえばね、パンや小麦の文化もありますし、ファーストフードもアメリカから来ましたし、ハリウッド映画やね、それからたくさんの価値観っていうのもアメリカから来ました。ボクシングもアメリカからもたらされてかなり進化を遂げましたしね。スポーツにしても、文化にしても、食事にしても、暮らし全般にしても、仕事にしても、アメリカからもたらされた影響がかなり大きくって、今私たちはアメリカ映画を見てね、いろんな興奮や感動や喜びや愛を感じたりします。アメリカ万歳ってわけですよ、ね、でもこれ
70数年前の日本だったらアメリカに対してこんな感じは持ってなかったんですよ。むしろですね、鬼畜米敵国アメリカ、父の味方、兄の味方、息子の味方、アメリカ、どうしても許さねえぞみたいなね、そんな感覚だったと思います。で、しまいには原爆を撃ち落とされて、東京大空襲、日本全土を焦土と化して、本当にね、焼け野原にされました。そうやって私たちの財産を全て奪って、私たちの国を奪い、人を奪った日空機アメリカですよ。その日空機アメリカが今なぜかね、友好国になっていると。今80歳以上の方でね、アメリカに命を脅かされ、毎日空襲を逃げ惑い、そして腕を失い、足を失い、財産を失いといった経験をされた方は、今アメリカとこんなに仲良くしている日本人、自分たちが憎んでも憎み余るアメリカと仲良く交流している日本人に対して裏切りを感じるのか、それとも仲直りできてよかったと感じるのか、さあ果たして国のこの距離感というのはどういうものなんでしょうね。そしてこれからもですよ、この国っていうのはいろんな形を変えていくと思います。例えば中国、私が小学生の頃は中国はなんかすごい遅れた国だなと、みんなで自転車でわーっと出勤してね、給料も安い、とてもじゃないけども、もうテレビなんてないし、仕事も選べない、大変な国だなと思いましたね、うん、でもいつの間にか中国からの輸入品がたくさん日本にも入るようになり、いつの間にか最初はバカにしていた中国製品クオリティが上がり、今は十分中国製使えますしね。気がついてみたら世界中の製品の半分ぐらいはメイドインチャイナという、いつの間にかメイドインジャパンから塗り替えられているということもありますし、まあ中国製で信用できるものっての結構多かったりしますよね。気がついたら中国は日本の上に立って、これからね、世界最大の経済大国になるんではないかなと言えるぐらいの影響力を持ちました。まあ、国っていうのは変化してるわけですよ。さあ、じゃあこういうふうな大きな国というものとかね、時代というものに対して国際社会も変わってきましたけども、いや、私たちは短い人生の中でもっと早く変わらなくてはならないんですよね。幼い頃、親に養ってもらいながら、自分のこの両手の中に入るだけの正義があれば十分でした。でも今は自分の暮らしが守れるだけではなくって、自分の身の回りの人の暮らしも守らなければならないですし、もっと言ったらね、多くの世界で自分が通用しないと、まあ、こと書くわけですよ、いろんなものに。その一つがやっぱりもうビジネスだと思うんですよね。お金を稼ぐってことは、私たちが幼い頃考えていた真面目に会社に出社すればもらえるというものでは足りなくなってきたわけですよ。自らことを起こしてですね、まさに志ですよ。こうと決めたことをやっていく、収入を上げようと思ったら絶対に上げる、この繰り返しでなければもうすでに自分の暮らしすら守れなくなってくるわけですよね。あれがしたい、これがしたい、これが見てみたい、こんなものが食べてみたい思いますけども、でもなかなかそうはいかないんでね、食べたいものの代わりのものを食べてみるとかね、行きたいことの代わりをやってみるとか、しまいには現実の世界にはもう自分の欲望を叶えてくれるものがないから、バーチャルリアリティとかメタバースとかに行ってしまうと。しかもそれを満たすためのビジネスが仕掛けられていると。またですよ、また仕掛けられてるわけですよ。そういうふうなね、なんか二次元とかね、メタバースとかね、バーチャルリアリティとか、そういうふうに実際には手に入んないだろうから、幻覚を見せて、そこからも私たちはお金を吸い取られようとしてるわけですよ。いつになったら私たちが仕掛ける番が来るんですかね。時代を経ても国の形が変わっても人一人の人生っていうのはなかなか変わらないのかなと思っちゃいますけども、でも間違いないことは、自分を変えれて周りを変えれた人が国を変えて時代を変えてるっていう現実ですよ。さあ、あなたは自分を変えることができるでしょうか。自分を変えるにとどまらず周りの人を変えることができるでしょうか。私が言えるのはね、自分の収入が変わると周りの人にもたらせる影響力とか喜びとかね、なんかこう施しも全然変わってきますね。なんかやってあげたいことがやってあげれるようになるっていうんですかね。そういうのがどん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 増えていくと思いますね。本当これからね、もっともっと難しい時代になると思いますよ。
もはやあの頃は良かった、まさにあの頃は良かったなんですよ。ほっとけばあの頃は良かったになっちゃいます。昭和の40年代50年代あの頃は良かった、平成の初期あの頃は良かったね。でも今は時間は未来に進んでますから、将来をあの頃は良かった以上に良かったものに自分自身でしていかないといけないんですよね。じゃあ本日は国ということでお届けしました。あなたの中にはどんな国があるでしょうか。今ねロシアではね短期間で価格が3倍から4倍になるものもあってね、もう悲惨な目にあってますよ。で外国企業が撤退しましたから20万人ぐらいが職を失ってます。その上で職を失って収入がないのに、もちろん国からの給付金なんて一切ありませんよ。なのに物価高、強烈な物価高ですよ。1ヶ月の間に商品2倍3倍4倍5倍と給料あ違う物価が上がってますよ。給料ないのに、いや私たちはまだ手が打てるじゃないですか。手がね、もしかしたらロシアの国際通貨、ロシアの通貨、法定通貨ね、ルーブルは地上から消えるかもしれません。だからルーブル圏内でビジネスをやってもお金のやり取りがこれ事実上できなくなるわけですよ。つまりは自分でビジネスが起こせなくなってくる環境なんですよ。でも日本の円っていうのはこれからまだまだね市場価値を広げていきますよ。もしかしたらですよ、不吉なこと言いますけども、ルーブルが消滅した分だけ日本の円やドルや人民元に、もしくはユーロにその経済圏が振り分けられるかもしれませんね。あとはどう考えるかですね。いってらっしゃい。